はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、ブーミングバルーン。はい、こちらなんですが、まあご覧の通り真ん中に風船があって、そこにこう棒を刺してるわけですよ。つまり何人かでこう順番に風船に棒を刺していくわけですね。で、破裂しちゃった人の負けということです。セット内容はこちらです。早速組み立てましょう。はい、本体を組み立てました。なんか可愛らしい顔がついてるんですね。で、本体を組み立てたら風船を膨らまします。これ空気入れがついてるのね。これで膨らませます。よし、このぐらいでしょうか。まあもうすでに割れそうだよ。怖えな、これ。大丈夫、ちょっと膨らめすぎたかな。大丈夫だ。ちなみにこれ横から見るとこういう感じですね。結構パンパンです。で、何やらギザギザしたスティックがあるんですよ。これが9本全部で入ってるんですけど、これもセットしていきます。よし、前から見るとこうですね。ちょっと圧迫されてんですよ。うわー、怖っこれ。で、これ後ろもあるわけですね。うおー、やべえ、危ねえ。やばい、ちょっと刺しすぎてしまったけど、まあいいや。よし、これでセット完了ですね。で、これサイコロがついてるんですよ。このサイコロを振って出た数の分だけこれを押し込むんですね。で、この棒なんですけどギザギザしてて、一回押すとカチッと一段階奥に入るわけですよ。例えばサイコロで3が出た場合、これを3回押し込むんですけれど、一箇所を3回押し込まなくてもよくて、1、2、3でもいいわけね。まあバランスよくやってった方がいいんじゃないかなと思います。それではセイキン一人で頑張ります。はい、3です。まあ最初だからまだね、大丈夫だと思うんですけど、いきますよ。せーの、1、2、3。 OK。 はい、5です。結構いきなり大きい数字出たけど、バランスよく後ろの方からいこうかな。1、2。あ、やべえな、ここ。結構早く割れたね。よっしゃ、もう一回いきます。まあこれ膨らまし具合によってもね、割れる速さが変わるとは思うんですけれど、まああとはいかにこうソフトにこう押すかだよね。それでは最近2回目の挑戦です。サイコロを振りましょう。はい、 OK。 2です。今度はバランスよくいくよ。1、あー怖えー。うわ、はい、5が出ました。怖えー、これ。1、2、3、4。バランスよくいけばいけるはず。いきますよ、5回目。よし、はい、次2です。さて、どこにしようかな。まあでも結構平均的に来てるんで、ここなんかいいんじゃない。1、ちょっとこの風船のへこみ具合を見て、次どこにしようかな。あー、わかんねえ、わかんないな。ふうっせー、はい、2です。2回いきます。1、あー怖え、なんかさっきよりなんか強くなってる圧力が。こっちでいきます。あー、さあご覧ください。だいぶへこんできてますね。結構圧迫されてますよ。サイコロいきます。はい、はい、4ですね。1、あーあー、はい、何回やったかな、わかんないけど結構頑張った方じゃないでしょうか。ということで今日はブーミングバルーンで遊んでみたんですが、これすごく面白い。一人でもなんかスリルがありますもんね。まあかなりバランスよく刺していっても、ある程度でやっぱり爆発しますからね。これはね、本当お友達とか家族で遊んだらすごく楽しいなと思いました。まあね、今回僕一人でやりましたけれど、まあまたね、タイミングがあれば風船嫌いのあいつと一緒にやってみたいと思います。それではまたお会いしましょう。 See you next time。 今日のことわざ、多勢に無勢。
大人数の敵に少人数で対抗しても、これとても勝ち目のないということです。数の多さが勝負を決定するということですね。ではさらばじゃ。家の中にウールを敷きたかったんですよね。そうそうそう、このように時間のある時にね、羊の毛を買っておりました。うわ、明るいね、明るいね。あーあらら、ら大丈夫大丈夫。ああ、いいんじゃないのこれ。あれ、あ、あれ、ちょっと待って、危ない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 。